ウィリアム・チャンドレス、1880年撮影。パディントンのセントメアリズ教会にあるチャンドレスの墓。ウィリアム・チャンドレスは、1860年代にアマゾン盆地を探検したイングランド出身の探検家。アマゾンに居住していた時期には、マナウスに今日構え、そこからアマゾン川南側の支流を探検し、様々な先住民と接触した。 アラワ語族の命名の由来となったアラワ語は死語となっているがその存在はチャンドレスが1867年に収集したわずかな語彙集によってのみ伝えられているチャンドレスは自身の探検の報告書を王立地理学会に書き送っておりその内容は学会誌に掲載された1866年にはプルス川の調査に対して王立地理学会から 金メダルを贈られた。チャンドレスは、ロンドンで死去し、パディントンのセントメアリズ協会の北東の一角にある、オジヘンリー・ゴア・チャンドレス。ソフト・マス・チャンドレスと一緒の、特徴ある、印象的な墓に埋葬された。2003年、ブラジルのペルーとの国境に近い一帯に、チャンドレス州立公園が設定されたが、この名称は、チャンドレスを称えたものである。 この公園内を流れる川の一つにも、チャンドレスの名が付けられている。ありがとうございます。